先生、我々選手一同は新空手道精神にのっとり一歩前に出る勇気を持ち、正々堂々戦うことを誓います。令和元年9月15日、選手代表道場盛り木斉藤龍之介おーす。東京してベルトを取ります。オス次年も優勝して勝ちたいです。ベルトをゲットしたいです。ジャパンカップがあるので、それで優勝してチャンピオンになります。優勝を目指して勝ち抜いていきます。もっと練習して勝てるように頑張りたいです。オス、ジャパンカップを勝って、頑張りたいと思います。もっと練習して頑張ります。いろんな全日本のタイトルを取りたいです。どんどん勝って、プロになれたらいいなと思います。いい勝ち方できたんで、 K2 いけるように K3 で一番になりたいと思います。ジャパンカップとグランプリは優勝したいと思います。絶対優勝できるように、まず優勝から頑張りたいと思います。プロでもしっかり結果を出せるように頑張っていきたいと思います。